はい、どうも皆さんこんにちは、猫パンチです。本日はですね、このカバルのインフィルトレーターかなの公開イベントを英雄にする方法をします。これね、最初にね、始まった瞬間にこれベンチレーター上に開いてると思うんですけども、あれをまずパワーウェポンなりスーパーチャージなりで打ちます。で、この排気口みたいな、排熱口みたいな赤く光ってるやつって3段あるんですね。上と真ん中と、これ上ですね。で、真ん中が、これ壊れたら煙出ます。で、真ん中のこれですね。で、壊れたら煙出ます。で、最後に下の下段のこの足の付け根のところにもう一個あります。で、これなんか、その排気口が開く、排熱口かな?排熱口が開く瞬間なんですけれども、このサイオンを倒した後ですね。まず、公開イベントが始まった、直後、あとサイオンを倒した後、全部で3回かな、サイオンを倒すの2回だっけ、なんで、まあ、3回かな、3回か4回ぐらいチャンスがあります。なので、まあ、できるだけ早く壊すのがいいですね。 できればファイアチームに2人から3人以上は欲しいです。これはまあ一番公開イベントの中では難しいタグになってますんで、ファイアチームを組んでぜひ頑張ってください。なるほど、煙が出てたら壊れたことになってるのか。